アーリオオリオペペロンチーノはイタリア料理の一種。日本ではペペロンチーノの略称で広く知られている。ナポリを起源とするシンプルでベーシックなパスタ料理であり、特にそのシンプルさゆえに小さなナポリ料理という意味のクッチーナピッチーナパルテノペアや貧しい人々の食事というサブカテゴリーに分類される一品である。 なお、パルテノペは、ナポリの古名でパルテノペアで、女性系形容詞の、ナポリのという意味になる。パスタは主にスパゲティ、ベルミチェッリカリングイネが使われ、イタリア語で、アーリオは、ニンニク、オーリオは油、ペペロンチーノは唐辛子を意味し、塩茹でしたスパゲティをニンニクとオリーブオイルだけで、調味したものをスパゲティアーリオへオーリオ、これに唐辛子を加えたものをスパゲティアーリオオーリオへ。 ペペロンチーノと呼ぶ。日本には、唐辛子入りのレシピが最初に紹介されたために、ペペロンチーノと呼ばれるようになったが、諸外国では、アーリオオーリオのバリエーションの一つとして捉えられているため、この略称は通用しない。近年日本では、オリーブオイルベースのパスタソースの総称として、ペペロンチーノという名称を使うケースが見られるようになり、様々な具を追加したレシピも、 ペペロンチーノと呼んだり、中には、唐辛子やニンニクを使わないレシピですらペペロンチーノと呼ぶケースがあるが、本来の意味からは、かけ離れている。また、日本において、イタリアではこれを、絶望のパスタと呼ぶという説が流布されているが、そのような共通認識は存在せず、語源と思われる、スパゲッティやラディスペラータは、アンチョビやオリーブなどを用いた。 トマトソースのパスタであることが多い。アーリオオーリオは、イタリアでは主に家庭での軽食や夜食として食べられることが多い。レストランのメニューとして並ぶことは、ほとんどないが、あえて注文すれば出てくることが多い。ただし、イタリアでは、イタリアのパスタレシピの原点のような位置づけとみなされており、また、材料の良し悪しが味に影響しやすいだけに細部にまで、 こだわりを持つイタリア人も多い。スパゲッティなどのロングパスタ。一般的にスパゲッティよりも、細木のスパゲッティーニやフェデリーニが使われることが多い。ソースはニンニク、オリーブオイル、唐辛子のみ。これに多めの塩を加えて、パスタを茹でた湯を加えることで、オリーブオイルの乳化を促して、パスタと絡みやすくする。また、 これにより塩気と小麦粉の旨みを補う。あとは好みによって、イタリアンパセリなど、ハーブ類、胡椒やアンチョビを加える程度だが、日本ではアレンジレシピとして、パンチェッタやベーコン、野菜類や魚介類を加えたり、ブイヨンなどで味をしっかりとつけて出す店もある。ガラスの瓶詰容器などに保存するパスタは、たっぷりの湯に多めの塩を加えて茹でる。フライパンに、 切るかつぶしたニンニク、唐辛子、オリーブオイルを入れ、とろ火でじっくり熱し、風味と辛味をオイルに移したら、パスタの茹で汁を適量加え、かき混ぜてなじませる。パスタがアルデンテに茹で上がったら、フライパンのオイルソースと絡める。皿に盛り、好みでパセリを振る。オリジナルレシピではチーズはかけてはいけないが、イタリア以外の国々では粉末にしたパルミジャーノまたは ペコリーのチーズをかけることもある。カローラ・フランチェスコニー、ジャンヌ、ラ・クーチーナ・ナポレターナ、ナポリ、グラマルディ &CISBN978 から8889879580、億力9億5528万3329、https コロンスラッシュスラッシュ www.worldca.org t スラッシュ oclc スラッシュ955283329イタリア語版、スパゲッティアリオ、イーオリオ、一流シェフが手ほどきするパスタピッツァ世界文化者、別冊家庭画法。 ISBN4 から418971017。アーリオオーリオの作り方明日も食べたいパスタ特本、集英社、集英社文庫。ISBN4 から08から747,046から6。ありがとうございます。